はい、皆様こんにちは、そしてこんばんは。優しく個人事業の時間が参りました。今回は第2回目ということで、衆生小遊楽、偉大な生命力で人生を楽しむという事業を進めていきたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。衆生小遊楽、偉大な生命力で人生を楽しむ。仏の生命を開くことによって、自身の人生でどんな苦難にも負けず、むしろそれを悠々と楽しみ乗り越えていくことができるようになります。そういうことですね。釈尊のような境涯であれば、どんな苦難にもむしろ悠々と楽しみながら歩んでいけそうな、そんな気はしませんか。前回一生成仏で学んだあの仏戒を自身の中から広げることによって、そしてそれを開花させることによって、釈尊に近づき、釈尊と共に人生を悠々と、苦難にも負けず、そしてむしろ悠々と楽しんで乗り越えていくことができるのです。本来仏法では、私たちは人生を楽しむために生まれてきたと説いているのです。そうなんです。そもそも私たちはこの人生を楽しむために生まれてきています。そのことを釈尊が証明していただいております。もちろん現実を直視すれば苦しみの連続です。しかしその打開の道を示さなければ、宗教といっても結局諦めや逃避を解くだけに終わってしまいます。そうなんです。その打開策とは何か。釈尊は自分と同じ境涯をお弟子様方に与えるため、インド各地を回って、そしていろんな方々を悟りに導きました。それはなぜか、人間の中にもともと仏戒というものが備わっていて、その仏戒を開いてあげることによって、その人も悟ることができるからです。それに釈尊が気づいて、それを皆に教えて回ったのです。それがそもそもの釈尊の言う宗教の始まりなんですね。人間は苦しむために生まれてきたのではない。そうなんです。苦しむためだけじゃないんです。苦しい時もあります。しかしそれも乗り越えていけば楽しい思い出の一つになるんです。これが仏法の人生観の根本ですとあります。そうなんです。人生観の根本とは仏法そのものなんですね。釈尊と同じ境涯を得ることによって、生命力も、そして自信も、そして自分の経験値もどん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 上げていって、皆と共に幸せに暮らしていける、何があっても揺るぎない生命力でいろんな困難にも立ち向かっていける、そういう人生を歩んでいくことができるんです。仏法の人生観とはそういうことなんです。そのことを考えているのが今回勉強する衆生小遊楽なんですね。衆生小遊楽、ご説明していきましょう。私たちが住んでいるこの世界こそ、衆生が遊び楽しむ場所であるという意味なんですね。衆生とは生きとし生けるもの、分かりやすく言えば人々のこと、私たちのことです。経文には、仏の住む国土は安穏であり、常に喜びの衆生で満ちているとあり、例えば植物が豊かに生い茂るような楽しい場所であると説明されています。そうなんです。仏様が住む国土は安穏であり、常に喜びの衆生で満ちている。どういうふうな世界でしょうか。これは釈尊がインドでお弟子様方に自分の悟りを
同じように悟らして実らしたあの時代の国のことを言うんですね。何も黄金の世界で輝いているような世界とか、もう自分たちが見たことがないようなきらびやかな世界、そういう世界を仏の国土というのではないんですね。釈尊と同じ境涯、そして同じ人間なわけですから、あなたも悟ることができると教えて、仏界を開かせて、そして悟らす、そしてその方もまた違う人にその教えを述べていって、どん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 悟りを開いて、そういう人たちであるっていうところが国土、仏の住む国土であって、安穏であるということですね。それを見るともう本当に緑豊かな、ね、森林がある、そういうふうなところに移るんですよっていうお話なんですね。そして仏の住む国土と私たちの現実世界は同じだと説くんです。そうなんです。僕たちもこの現実の中で釈尊の教えを取り入れて、一人一人が仏になれば仏が住む国土と変わっていくわけです。同じ世界が私たちには苦しい場所と移りますが、仏には人々が遊び楽しむ場所と移るのです。そうなんですね。私たちも今とても苦しいです。皆さんもとても苦しいと思いますが、その仏界を開けていくことによって、釈尊と同じ境涯になることによって、強い生命力で、そして苦しい時にも立ち向かっていくことができるんですね。それを打開していくことができるんです。そしてみんなと共に一緒に仏の国を味わうことができるんです。同じ世界が私たちには苦しい場所と移りますが、仏には人々が遊び楽しむ場所と移るんですよっていうところは、ここはなんとなく、え、そうなの、こんな苦しいのにと思うかもしれませんが、仏はもう悟られてるんですね。いやいや待ちなさいと、みんなも仏のように仏の境涯になれば楽しいところに変わっていきますよっていうお話なんですね。例えば同じケーキでも、お腹の空いている人は喉から手が出るくらい食べたいはずです。そうです、もうお腹空いている人はもうケーキを見るだけで食べたくて仕方ないですよね。でも満腹でもうこれ以上食べられないという人には、食べたい気持ちは起こらないでしょう。当たり前です。お腹いっぱいですから、もうこれ以上入らないですから食べれません。場合によっては見るのも気持ち悪いと思うかもしれません。そうなんです、気持ち悪いと思いますよね。もう見るだけで勘弁してくれ、そんな感じになります。単純に気の持ちようだと思う人もいますが、そうでもない、そりゃそうです、気の持ちようじゃないんです。もうお腹いっぱいですから、入らないものは入らないんです。現実に自分自身を強くすることで仏のように思うことができるのです。これは前回学んだ一生成仏と同じです。自分の生命を開いていくんです。仏界の生命を開けていくんです。自分自身を強くすることで仏のように思うことができる。どん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 開花していくわけですね。南無法蓮華経と唱えて唱えて唱えていくことで、どんどん生命力を強くしていく、釈尊とつながっていく、一つ一つ種を実らしていく、そうすることによって強い自分が生まれてくるんですね。ではどうすればその強い自分をもっともっと引き出していけるか、少し進んでいきましょう。人生を山登りに例えてみてください。そうです、人生を山登りに例えて少し考えてみましょう。人生は生きている限り悩み苦労は絶えません。同じように山登りも、山頂に到達するまでにはひたすら頂上を目指してせっせと険しい道を登っていかなくてはならない。そうなんです。これは何を言わんとしてるか、山登りを信心として例えてるんですね。山登っていくのはすごく大変です。しかし釈尊と同じ境涯で、釈尊と
同じ生命力であれば、その山登りも少しは楽に上がっていけると思いませんか。普通に登っていくと辛いところでも、あ、自分もシャクソンと同じ生命力なんだと思えば気持ちも楽です。そしてシャクソンと同じということは、シャクソンと同じ知恵なわけですね。いろんな険しいところもシャクソンの知恵で渡っていくことができるんです。それを少しずつ少しずつ積み重ねていくわけです。山登りと同じなんです。先に進みますね。ですが、自分を鍛えて肺活量を強くし、脚力を強くできれば、山登りはより楽に、さらに登ること自体がより楽しくなっていくのではないでしょうか、っておっしゃってますね。そうなんです。同じように山登りも山頂に達するまでには、ひたすら頂上を目指してせっせと険しい道を登っていかなくてはなりません。厳しい道のりです。ですが、自分を鍛えて肺活量を強くし、脚力を強くできれば、山登りはより楽に、さらに登ること自体がより楽しくなっていくのではないでしょうか、とあります。人生も同じです、とあります。そうなんです。山登りも新人も同じです。鍛えれば鍛えるだけ楽しくなっていきます。生活も鍛えれば鍛えるほど楽しくなっていくんです。それはなぜか、シャクソンと同じなんです。これ信じられないと思うんですけども、シャクソンと同じ知恵ですよ。そして生命力もシャクソンと同じなんですよ。嘘、なぜそんなことは。それは南無法蓮華経と唱えるんです。それは声を出しても出さなくてもいいんです。心の中に仏戒がありますから、それを南無法蓮華経、南無法蓮華経と一心になって唱えていくんです。ご本尊のある方ない方も一緒です。それを一生懸命唱えていくんです。そうすると、シャクソンとつながることができて、シャクソンの教えにつながることができて、シャクソンの言う仏戒がどんどん開花して開いていくんですね。生命力が強くなっていくんですね。人生も同じです。五章を読んでみましょう。一切史上南無法蓮華経と唱うるより他の遊楽なきなり。そうなんです。この世の中は南無法蓮華経と唱えるより他に遊楽はないんです、と大聖人はおっしゃっています。通解の方で、ありとあらゆる人々にとって南無法蓮華経と唱えること以外遊楽はありません、っていうおっしゃってるんですね。え、なんで。それはお題目によって仏の生命を開き、厳しい現実に立ち向かっていく生命力を自分自身の中から引き出していくことができるんです。そしてできたら苦悩の意味が一変するんです。そうなんです。山登りと同じです。足の力がついて肺活量ができて、山登りが楽しくなっていく。それと同じなんです。人生も南無法蓮華経と唱えることによって仏の生命を開けて、そして生命力をどん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 高めます。そうすることによって人生が今までよりも楽しく移ってくるんですね。一遍ではないです。一遍にそんなことは起こらないです。少しずつです。少しずつですが、必ずそれが実っていくんです。花が咲くように、不思議と。なぜなら、自分にはもう足の力ができて、肺活量も大きいから山が登っていけるわけですね。人生もそうなんです。この信心を深めれば深めるほど、お題目を上げれば上げるほど生命力は増すわけです。このお題目、なぜ、これは一生成仏の方でもご説明しましたが、法華経の中で説かれるシャクソンの教えだからです。次に進みますね。生命に秘められた力を発揮する挑戦の中に、人生の
勝利があるのですとあります。そう、お題目を挙げることによって力を発揮して、そして挑戦して、そしてその自分の問題に勝利するんです。新人によって勝利することができるんです。たった一挙のお経です。南無法蓮華経、これだけなんです。これだけを唱えるだけで生命力が湧く。この秘密については前回の動画でもお伝えしています。法華経の中にこの秘密が隠されているんです。ご本尊の中にこの秘密が隠されているんです。南無法蓮華経と唱えるだけで、それだけで生命力がアップするんです。自分の生命力が強ければどこにいても何があっても生きていること自体が幸福で楽しい。そうなんです。何があっても楽しい人生に移ってくるんです。という境涯を自分自身の中に厳然と確立していくことができるということですね。その生命力を引き出すことが仏戒湯煙と申しまして、これはまた次回勉強することになるんですが、今回は修行生有楽、偉大な生命力で人生を楽しむという授業を行いました。修行生有楽、今僕たちが住んでいるところが実はとても楽しいところなんだよ。釈尊はインドの時代にいろんな弟子に悟りを開かせて、とても僕は楽しかった、もうここ以外に楽しいところはないんだよっていう自分の実体験をそのまま教えてくれています。そして皆には偉大な生命が備わっていて、その備わっている生命力を強くしていくことによって人生が楽しくなるんだよっていうことを教えてくれています。さあ、第2回目優しく個人授業、いかがでしたでしょうか。楽しいなと思っていただけましたら、チャンネルの方を登録よろしくお願いいたします。そして高評価コメントなどもありましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてこの続きをすぐに勉強したい方は、安らぎのクラスというブログで、掲載してますので、そちらの方で、見ていただけると、勉強になると思います。ブログのリンクは概要欄に貼り付けておりますので、どうかそちらの方をご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは第2回、修行生有楽、偉大な生命力で人生を楽しむ、この辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。